こんにちは、速稼塾の久保です。7月、8月と持続化給付金をはじめね、それからカジノ利権をはじめ、FX といろいろな稼ぎ方、そしてお金のもらい方っていうのを提供してきたわけなんですけども、9月からもね、新しい展開としてどんどん始まるんではないかなと思います。まあ、その中でね、私はね、大体そうですね、どのぐらいの方が今関係するのか分かりませんけども、去年まで順調に稼働していた、J コスメっていうのがあるんですよね。この J コスメっていうビジネスに関して、ちょっとまだね、あれ光が見えてんじゃないのみたいなところがありますんで、ちょっとしたね、ことをね、やってみようかと思います。これはですね、もうすでに動画を撮ったんですけども、NEXT っていうところで少しずつ公開してます。何のことかわからない方もいると思いますんで、そこはすいません。で、9月からの速稼塾の考え方なんですけども、やっぱり方針変わらずでですね、まずは FX、これを攻略していかないと、投資の世界には入らない方がいいということ、これを申し上げておきます。投資ね。そしてもう一つは YouTube で情報発信していくこと。これはね、ビジネスをするんだったら情報発信は必須ですよ。ビジネスをしている副収入が欲しいのに情報発信してないってことは、これ稼げなくてもしょうがないってことですからね。よろしいですかね。で、3つ目の柱なんですけど、ビジネスですよね。自分の商品を作ること、そしてその商品をセールスすることで集客できること、多くの方に見てもらえること、こういうのがビジネスの要になってきます。まあ集客です。で、改めて申し上げますよ。ビジネス、投資、情報発信、この3つを9月からまた改めてね、やっていきましょう。この3つを避けて、収入が上がることはありません。ですので、この3つをせずになんとかお金稼ぎたいんだけどなってことになると、自己アフィリエイトを延々とやるってことになっちゃいます。自己アフィリエイトは経験としてはやった方がいいです。でも永遠に自己アフィリエイトやりましょうって話じゃないですからね。まあ、ですので、真のキャッシュフローシリーズっていうのがあって、すぐ稼ぐってシリーズ、速稼塾にありますけども、これをずっとやっていくってことではないんですよ。これはね、言ってみれば、ジョギングとか懸垂とか、基礎体力を作るためのトレーニング講座ですから、実際にフィールドに出たら、なんか野球だったら打つとかね、サッカーだったら蹴るとか、バスケだったらこうね、ドリブルするとかっていうものになっていかないといけないじゃないですか。それをやらないとダメなんですよ。本当にいつまでもね、ジョギングしてるようなもんなんですよ、自己フィールドやってるっていうのは。ね。では9月から改めてね、しっかりと稼いでいきましょう。情報発信、ビジネス、投資ですよ。では失礼します。